はい、ヤギッチ。お疲れ様です、ケンジです。静岡旅。やっと来ましたよ。お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれませんね。2022年 J1 リーグ第2節。はい、始まってまいりました。日々の岩田対清水エスパルスの静岡ダービー。3年ぶりの開催でございます。ねえ。はい。いやもうね、このチャンネル俺ら2人でやっとんのにさ、去年、一昨年ほぼほぼ別行動しました。そうね。長かった。長かったな。なんでかな。なんでやろな。なんで一瞬撮れなかったんだろうな。なんでエコパ何年ぶりですか。エコパ3年ぶりです、ね。そうなんだよね。なんでだろうね。なんでだろうな。まあ、やっとね、ジョジョが帰ってきたということで。おかえりなさい。はい、ありがとうございます。さあね、今日の試合なんですけれども、はい、ジュビロは福岡と1対1アウェーで引き分けてここに来てると。はい。エスポは札幌とね、うん、0対0の試合がありましたんで、うん、こちらも勝ち点1で今ここに来ております。0対0だっけ ?1 対1。清水はね、札幌と1対1の試合がありましたんで、今ね、その勝ち点1の状況でね、同じ勝ち点で今来てます。試合見てた？見てましたよ。まあ、ということでね、そういうことでね、勝ち点1同士で第2節迎えるということで、はい、やっぱりね、ここで勝って勢いつけていったわけですよ。やっぱりね、はい、久々のね、ダービーということでね、うん、こっちもね、やっぱ嫌いと、はい、はい、敵地ね、まあ、エコパ、うん、ヤマハじゃなくてエコパなんでね、うん、はい、敵地でジュビロにね、もう負け顔をね、晒してやろうと思います。ジュビロがね、いや、下回ってない、下回ってないですよ。ジュビロがね、はい、負けるところを見に来たんで、そうだね、今日はね、エコパですよね、勝つとこ見ててください。まあ言わせときましょう。ああ今だけは言わせて。はい。いや、待ってない、待ってない、そっちも待ってない。そっちも待ってない。言わせといてやりますよ、はい。試合終わった後見てろよと。ごめんなさい、言わせてやるよと。そんなところでね、やってますけども。この動画のね、終盤がどんなことになってるかね。これ見てる方はでも結果知ってるから。そうか。こっち吠え面かけたみたいに分かってると思うんだよ。恥ずかしいです。うん、恥ずかしいですけども、やっていきましょう。やっていきましょう。というわけでね、スタジアムで楽しんでいきたいと思います。お願いします。絶対に勝つぞ。いや、ジュビロが勝つ。というわけでね、動画撮り始めたんですけども、なんとなく分かってるかと思います。はい、グレモルくんがいました。おつまるでーす。おつまるでーす。さあね、グレモルくんはね、ジュビロ磐田がすごく大好きというふうに言ってますけどね。何言ってんすか。いやいや、これを着てるでしょ。こいつユニフォームコロコロ変えるやつだ。そういや、ガンボ着てたな、ガンボ。違う。全部熱像だから今の話。どうですか今日、ダービー久々で。いや、まずケイツさんと J1 で会えたこと。え、なんかケイツさん、え、J1 のケイツさんっていつ見ましたっけ。僕がまだあの高校生の時あったんで。あ、まあ、最後に会ったのはジュビロがアイスタで勝った時かな。そうですね。だからもう J1 のケイツさんが見れてとても嬉しいです。はい。ありがとうございます。やっと帰ってこれたんだよ。お帰り。本当につらかった。つえんだよ、J2 のみんなよ。おい、なんだよ。山形とか怖えよ。佐藤グレモル君、今日の試合どんな展開になると思う。とにかく、うん、エスパルスは何対何でもいいんで、うん、フルボッコにして皆さんジュビロの方々は、キロに立っていただくと。うちら誇り高きエスパルスなので、おうおう、もうまあボコボコにできるんで、まあ、うちもね誇りしかないですけどね。ハウスだぞ。燃える。あ、でもこのチャンネルだから燃えるのタワコツさんだから燃やしましょう。闘志をね。そうね。乗れない。というわけでね、今日楽しんでいきましょう。はい、おつまるです。バイチャー。いやみんな、食べちゃんだよ。今日はジミロくんじゃなくて食べちゃんだね。こんにちは。今日はケイチくんがジミロくん忘れちゃったらしいんで食べちゃんで来ました。僕が言うよ。今日の清水さんエスパルス違う。ちょっと戦う。今日のジミロ対エスパルス2-0でエスパルス。まあ、パルちゃんが言ってるから許してるか。普通だね。そうだよね。2-0だよね。パルちゃんが言うんだから間違いないよね。あたしのばちゃん合流しました。あー、おはようございます。おばちゃんでーす。いや、ダービー来ましたよ。ね、来ましたね。最後にやった時はね、一回勝たせてもらいましたけど。あの時ね、殴り合いってやったの懐かしいですね。そうですね。あれから3年、3年経っちゃった。あれ、ヤギチ何対何だったっけ。予想は2-0で勝ちます。まあまあ言わせといてやるよ。言いたきゃ言えばいいかし。おばちゃん今日どうですか。はいはい、おばちゃんのスコア予想。私のスコア予想ね、今日ね、実はドローなんだよ。あ、なるほど。
おでもその 2-2 のどっちかは翔太が決めると思って、なるほど、で私はしょっぱい顔しながらブーイングしてると心で、ね、泣きながらガチ予想だとそうなるわけ、ガチ予想そっちですね、もちろん勝利を願って戦う、そうです、もちろんもちろん勝ちたいなと思ってますけどね。じゃあ最後意気込みいきましょう、おばちゃんお願いします。本当に負けない殴り合い合ってる、合ってる、殴られてんだよこっち2発もよ、殴っていいんだぜ、まだ殴れ、殴っていいんだぜ、でーしえ、そっちからいっちゃうぼやかしとこうね、ぼやかしとこうね、ぼやかしとこうね、というわけでね、頑張っておいていきましょう、はい、はい、じゃあこの後おばちゃん抜けちゃいますけど、この2人がいろいろ撮ってくれるので楽しんでね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。パンパスさんです、ヤギッチです、皆さんこんにちは、ヤギッチです。今日はね、清水がね、勝たせてもらいましょう、頑張ります。いたたたたた、ゴレ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 、リンゴ潰れるやつ、リンゴ潰れちゃうよ。どうもお久しぶりです。最近ね、あのストリートファイターのやつが再燃してます。パンパスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですかパンパスさん、今日の試合 MVP になったので。長かった3年間だったね。ね、長かった。久々のダービー。そう。勝たせていただきますよ。もちろん。何対何で言っちゃいましょう今日。33対4で阪神関係ねえな。それでもね、あの4失点するってちょっと控えめなところが、ね、4失点でかいもん ね、 ねでかい。というわけで、はい、今日は頑張って押していきましょう、よし勝ちましょう、全然勝つぞ、勝つ勝つ。はい、ということでスタグル買ってきました。ニューヨークベンディスさんの、はい、勝ち点3点盛りでございます。無料でね、フライドオニオンかけれたということでかけてきました。あとハバネロソース。じゃあ早速いただきます、うん。プルプルのお肉。いただきます。うん。味付けが最高。このターメリックアイスと相まって、お肉のこの甘みと両方が相まって最高のハーモニー生んでますね。まずはね、トマトからいただきます。あら。やっぱ野菜からよ基本。野菜からね。なんで太ってんだ。みずみずしい。チキンの方もちょっとピリ辛なんですけど、赤いトマトソースもね、この辛さが食欲増して、これからのダービーをね、盛り上げる熱い戦いになりそうですね、うん、これを食べて、ジビロを食べてやっていきたいと思いますんで、はいね、あということで、まもなく試合開始となります。いや、スタジアムね、楽しんでいきましたけど、盛り上がってますね、めちゃめちゃ面白かったけど、うん、本番これからだから、そうね、絶対負けられないという戦いが始まるわけですよ、はい、負けないようにね、今回エスパルスが久々に帰ってきたジュビロに J1 がこんなに大変なところなんだぞっていうのを見つけてやりましょう。いやジュビロがね、上がってきたてだとしても強いジュビロ帰ってきたとこの野郎見せちゃうよってところね、やってやりますよ。これから中に入って、中で届けながら、ちょっとダービー、バチバチやっていきたいと思います。絶対にジュビロ勝つ、勝つ。はい、ということですね、静岡ダービーの結果2対1エスパルス勝利です。最高最高、はい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 、うわーやめてやめてやめて、いやー本当ね、あの2名の退場者出てきたんでね、あのびっくりしちゃったんですけども、まあそれでもね、エスパルスが終始お幸せな感じだったんじゃないですか。これはもうねえだろ、はい、注意した方がいい選手っていうのもね、うん、俺がユイト選手っていうね、俺は鈴木ユイト選手っていうね、まさかその2人が決まると思ってなかったんで、ダービー勝つっていうのはね、あの気持ちがいいことですよね。いや本当にね、新一で負けてたのをずっと引いてたんでね、あー嬉しい、あー嬉しい、あー嬉しい、対応ありがとう。まあちょっと退場者の件に関してはね、ちょっとまあなんとか判定でもあったかなっていう感じなんでね、そうですね、ジュビルとしたらね、ここでダービーで負けるってね、辛いんだけど、でもここでね、落ちていくわけにはいかないわけですよ。次節以降で切り替えて、頑張っていってもらいたいなと、君は思ってますやん。頑張ってください。
本当にさ次の秋のダービーまでこの気持ちどうだったっけ。ちょっとあの次のダービーまで敬語使わせてもらいます。ちょっと身長が高いんだけど、ね、2節終わって0勝1分け1敗なわけですけど、はい、本当に、ね、下向いてるばっかりじゃいられない。まだまだこれからですから、始まったばっかりで勝ち点をね、取れていって、まあ、清水より、ね、上の順位で終わればいいかな、10月やりがしやりましょうよ、楽しいですよ、絶対やってるかも長いですちょっと名前言いましょう。上の順位で割ってっからこのままでいっちゃうからな。見たらまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。絶対やりかしてやるからな。